じゃあちょっとね、もじゃ今から今日やってもらうものを持ってきます。はい、座って待っててください。これです。早速開けてみましょう。はい、準備できました。はい、1番の元、2番の元、3番の元。はい、また何があります？はい、あります。はい、まず三角カップをちぎります。ちぎった。はい、じゃあ次、1番の粉をトレーの丸い形に入れます。そこに三角カップ1杯の水を入れ、スプーンでよく混ぜよう。混ぜるぽよ。混ぜ混ぜ。握っちゃ、握って、ぎゅっぎゅっぎゅっ。混ぜ混ぜ。はい、終わり。混ぜました。はい、次に2番の粉をね、入れます。色が変わるまでよく混ぜよう。これ？うん、そうだね。その丸の中に2番の粉も入れてください。紫色変わってきた。見して見して。青いね。混ぜ混ぜ混ぜって混ぜてギュッギュッギュッ。できました。はい、青になりました。こっちは青と紫になった。じゃあ3番のカラフルラムネをトレーの型の口に入れよう。はい、じゃあ食べる前におまじないをしてみましょう。おいしくなれ。どうぞ食べてみてください。正直言っていいよ。おいしい。嘘、さっきおいしくないって言ったのに。こういうのは好きだけど、お寿司屋さんの作るやつは嫌だ。お酢、いくらみたいな偽物のな、あれ美味しくない。じゃあちょっと味多分違うと思うけど、ちょっと交換してみ。ちゃんとおまじないしたけん美味しくなったよね。じゃあ今日は何点でしたでしょうか。せーの、何点満点の1000点やろな。もう100点も100点。ああ、100点超えたっていうこと。ご清聴ありがとうございます。